皆さん、こんにちは。琴みです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプ前大統領の声明をご紹介します。2022年1月17日、ICYMI 世論調査。トランプが支持しているデイビッド・パデューがジョージア州で、序盤、ブライアン・ケンプ知事をリードしている。デイビッド・パデューはジョージア州の上院議員でしたが、一方でブライアン・ケンプは共和党上院が主導する、 権利焦点を大幅に弱体化させ最も強力な規制の多くを排除しましたジョージアの人々はデイビッド・パデューとハーシェル・ウォーカーが大好きですこれらの数字は驚異的ですここでブライドバートによる完全な記事を読んでください1月17日 ICYMI ICE に報告するための指示とともに解放された 4万7705人の移民がバイデンの下で行方不明になりました。ワシントンエギザミナーの記事、全文をここで読んでください。1月17日、ICYMI、大統領ハリス、梅田が再び口を滑らせ、カマラ・ハリスを大統領と呼ぶ。タンホールの記事、全文をここで読んでください。1月17日、ICYMI、 ドナルド・トランプの好感度が梅田より5ポイント高くなりました。ブライドバードの記事全文をここで読んでください。以上です。それではまた。ありがとうございました。